はいどうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは。人造人間サイコショッカーです。さあ本日なんですが、サイコショッカーデッキ作ってきました。頑張って、あのなんかデュエルリンクスの方でね、なんかサイコショッカーの強化パーツいっぱい実装されて、なんかもうなんかデュエルリンクスでなんか歯抜けデッキ作るのなんか嫌だったんで、なんかフルパワーで作ろうと思って、まあマスターの方でね、あのデッキ組もうと思ってデッキ組んできたんですけども、なんかサイコショッカーパーツめっちゃ少なくなっちゃったなんかサイコショッカーパーツ弱いんだけど、なんかさ、サイコショッカーって関連カードめっちゃ多くて、なんかその追加されてる、これいつだったかな、なんかそのレジェンドデュエリスト編かなんかで、なんかそのサイコショッカー系のパーツ確か実装されてるたんですよね。まあこの辺の魔法カードなんですけども、この辺のカードさ弱いんだけどマジでなんか最初もうちょっとサイコショッカーをいっぱい入れてね、使ってたんですけど、いやとにかくきつい、この辺のカード弱すぎて。なのでちょっとね、あの、まあ、言うてね、もうちょっとカジュアル対戦とかがあればいいんですけど、あのマスターデュエルねないじゃないですか。まあ、ランクはしかないんで、ほとんど遊ぶとこがランクは用に、まあ、サイコショッカー頑張って活躍させたいなと思った結果、やっぱね力借りるしかないんだよね。あのなんか別のサイコショッカーパーツだけでは勝てないから。なので、今回はまあどういう、カードのパワーを借りたかっていうと、まあ、オルフェゴールですね。あのデスペラードデッキの時もあの言いましたけど、デスペラードとオルフェゴールのってすごい相性が良くて、まあ、これ闇属性機械族なんで結構相性がいいわけですよ、もともとね。なので、この辺のカードを入れて、なんか頑張ってサイコショッカーを活躍させる強引に、はい、デッキにしてきました。まあ、オルフェゴールギミックを知りたい方はあの前回のデスペラードデッキを見ていただければいいかなと思うんですけども、先行はオルフェゴールで制圧して、で、まあ、出せればショッカー出していくっていう、まあ、主役みたいな顔して居座ってますけども、こいつ脇役ですとてもじゃないけど主役にして勝てるほど甘くなかったわ、なんで、オルフェゴールで頑張って先行制圧とかして、で、出せるときにサイコショッカーを、先制復帰とか遺族の結集とかで出していくっていう感じですね。アドバンス召喚もたまにしますけど、はい、闇属性機械族のサポートカード結構いっぱいあって、オルフェゴールってそもそも闇属性機械族サポートなんでめっちゃ強いんですよ。例えば普通にさ、あのスクラップリサイクラーからショッカー送ってショッカー遺族の結集とかもできますし、単純なムーブだったらね、まあスクラップリサイクラーとか、あとこの週末の騎士ダークレファーとかっていうのはあのオルフェゴールディベルをね、墓地に落とせるんで、まあ、ディベル墓地落ちるとオルフェゴールムーブ開始できるんで、これめっちゃ強いんですよ。まあ、この辺のギミックはまあちょっと動かし方見ていただければと思うんですけども、展開ルートを見ていただければと思うんですけども、なかなか面白いデッキにはなったかなと思います。サイコショッカーの、まあ、パーツはめっちゃ少ないけどオルフェゴールギミック以外は、ちょっと説明しようと思ってて、オルフェゴールギミックはね、あの前回のデスペラードの動画見ていただければ分かると思うんで、そっち見ていただいて、一応今回採用しているカードとしては、サイコショッカーですね、まずね、はい、サイコショッカーはスクラップリサイクラーとかから落として蘇生したりとかして、まあ、出していったり、あの単純にアドバンス召喚したりしますと。で、脅威の人造人間サイコショッカーさんですね、これね、はい、あのこれアシュですね、サイコショッカーアシュ、自分または相手のフィールド墓地にトラップカードが存在する場合に手札から特殊召喚ができますと。これ無限包容とかとは結構相性が良かったりするんだけど、まあ、今回はこういう蘇生札がいっぱい入ってます。で、この効果で特殊召喚したこのカードのレベルがターン終了で6になるよと。で、自分の相手のメインフェーズにこのカードをリリースして自分の手札墓地から、サイコショッカー1体を選んで特殊召喚ができるよっていう効果、それからその後相手のフィードのトラップカードを全て返すよっていう効果ですね。まあ、とにかくですね、特殊召喚は一応結構やりやすいじゃやりやすいけど、まあ、あんま強くないと。トラップカードを無効にするわけでもないし、まあ、サイコショッカーの効果持ってるわけでもないので、まあ、まあこの辺のカードはまあ、あの出せれば出すぐらいの感じですね。で、まあ強同士サイコパウンダー、こいつは、召喚特殊召喚成功した場合に人造人間サイコショッカー1体か、そのカード名が使用された魔法トラップカードを手札に加えるよっていう、まあ、エアーマンみたいな効果を持ってるんですね。でこれで、まあ、この宇宙の法則とか、サイバーエナジーショックっていうのをサーチすることができたり、サイコショッカーをそのままサーチできたり、するんで、まあ、あの1枚くらいは入れてもいいかなっていう、まあ、これ本当は3詰めしてたんですけども、まあ、ここに召喚権咲いてるようでは勝てないんだよな、うん、残念ながら。はい、で、サイコショッカーね。サイコショッカーは、自分をリリースすると、相手の伏せカード見て、トラップカードがあると、デッキから、人造人間サイコショッカーをね、特殊召喚できるよみたいなね。まあ、そういうこと持ってるんですよね。だから、まあ、一応、オルフェゴールクリマックスとかから持ってこれるし、闇属性機械族なんで、普通に、
あのオルヘゴルトロミアとかから落としてあの蘇生したりとかしてサイコショッカー特殊感狙ったりとかもいろいろできるんで、まあ1枚入れておいてもいいかなっていう感じ。まあ別になくてもいいけどで宇宙の法則ですね。これ相手は自身の手札デッキからトラップカードを1枚選んでセットできるよと。セットした場合自分はデッキから人造人間サイコショッカー1体を特殊召喚するよっていう効果を持ってるんですよね。まあ普通はセットしない、相手はショッカー出てきちゃうから。だからたまにしてくれる人いいんだよね。なんか後ろの効果読まないのかな。なんかセットしてくれる人いいからワンチャン通るし、あとはこれ別に通んなくても、まあ、サイコショッカーか、カード名が記されたモンスターだったら何でもサーチできるから、サイコシャッカーとか、あと、まあ、このサイコバウンダーとかね、この辺のカードがサーチできるんで、まあこれは3積みでいいかなっていう、サーチできるからね。で、サイバーエナジーショックはサイコショッカーがいる場合にフィールドのカードを1枚対象に取ってそのカードを破壊できるよと。でトラップカードを破壊した場合はそのこのどっちかの効果を適用できるっていう効果があって、まあ、トラップカードを破壊すると強いですね。まあ、デザインとしては、宇宙の法則使って相手にトラップカードをセットしてもらって、でサイコショッカー出して、でサイバーエナジーショックで相手のトラップカードを破壊しながら相手のモンスターの効果を無効にしていくみたいなデザインなんですけど、まあ、トラップセットしてくれるわけないんだよね基本的には。まあ、なので、まあ、ちょっと不確定要素が高すぎるから、だからちょっと厳しいっていう、この辺のサポートは。だから他のカードにね、守ってもらうしかないから、まあ、そんな感じですね。はい、一応入れときましたけど、サイコレイヤーとかヴァンパイアシェダンとか出したことないですね。ちょさすがにね、弱いもうちょっと強いサポートカード出してくれ。デュエルスタンバイ。さあ先行はいただいた、俺のターン。宇宙の法則ある、初動もある。あ、これ強いね。これ宇宙の法則発動、宇宙の法則の効果によってトラップカードをセットしてもいいぜ。デッキから、相手は自身の手札デッキからトラップカードをセットしてもいいぜ。テキスト読むないや、セットマジ、え、いいの、出していいの、やった。デッキから人造人間サイコショッカーを特殊召喚やったやった、マジいいんですか、マジ。週末の騎士を召喚しましょう。さあ週末の騎士の召喚成功時の効果と、デッキから闇属性モンスター1体を墓地に送ることができる。あ、なんもねえ、なるほど。では、オルフェゴールディベルを墓地に置かせてもらうぜ。そしてディベルのモンスター効果を発動、ディベルのモンスター効果によりこのカードをゲームから除外し、デッキよりオルフェゴールトロイメアをデッキから特殊召喚していく。そして、トロイメア、あ、じゃあオルフェゴールモンスターを含むモンスター2体でリンク召喚、サーキットコンバイン、オルフェゴールガラテアをリンク召喚していく。オルフェゴールムーブは、まあ、このサイコショッカーを除いたところで基本ムーブなんで、これが基本ムーブなんで、まあ、ぜひよろしければ参考にしていただきたいと思いますけれども、オルフェゴールトロイメアの効果で、ハゲの打点上げながらハゲの打点上げながら、杖落として、で、杖、まあどうでもいい、で杖効果除外されているオルフェゴールを特殊召喚できる効果発動していく。杖効果で除外されているディベルをもう一回戻して次のターンに使えるようにしていく。はい、ういで、ガラテア効果、杖戻して、杖戻しからの、カードセット、オルフェゴールバベル、よっきょ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 、いいよ、いいんじゃない。でバベル発動、このカードが発動されていることにより相手ターンでもオルフェゴールモンスターの効果を発動することができるとかいう最強効果を持っている。そしてオルフェゴールガラティアの上に重ねてオーバーレイエクシー召喚、シーオルフェゴールディンギルス、ディンギルスエクシー召喚成功時効果、除外されている機械族闇属性モンスターを下に重ねることができる。 OK で2体のモンスターでリンク召喚、まあ一旦マスカレーナかな、マスカレーナ置いといて、でクリマックス毛札コストにした方が強そうだな。一回エナジーショックセット、これでエンドなんじゃないかな。これでショッカーでドヤ顔しながら、相手ターンオルフェゴールの動きができる。最悪最悪バベル割られたらあれするわ。トロイマスカレーナの効果でショッカーコストにしてトロイメア出すわフラクトールいいだろ、フラクトールはいいだろう。さあキットの効果いいだろう、キットの効果でナーベル落としてナーベル効果でケラス持ってくるまでは許容してやろう、いいだろう、そこまでは許容してやる。
減らす効果も強しやろう。手札からジャッカローブを切って特殊召喚する、まあいいだろう、そこまでも許しやろう。ケラスの効果は無効にさせてもらうかな。なるほど。でジャッカローブの効果で出てくるか効果か、まあそれは別にいいや。オッケー、ああでき、やろ、出てきたな。まあ一回無効にしよっか。ケラスの効果無効にしとこう。サイバーエナジーショックの効果によりトラップカードを破壊する。そしてトラップカードを破壊できた場合、相手フィールド上のカードを1枚の効果を無効にすることができる。フィールドの表側表示のモンスターを1体選ぶぜ。ケラス君の効果は無効になった。これによってなんかインチキリンク召喚はできない。残念だったな。なに？ケラス出てきすぎ問題。ケラス出てきすぎ問題発生中。オルフェゴールディベルの効果を発動。オルフェゴールディベルの効果により、オルフェゴール、ジャックナイツオルフェゴールギルスを特殊召喚。そしてギルスの特殊召喚成功時の効果を発動。特殊召喚に成功した場合、デッキからカードを墓地に送るという効果にチェーンし、 IP マスカレーナの効果を発動。 IP マスカレーナの効果によって自身を巻き込んでリンク召喚をすることができる。これによってトロイミアユニコーンでいいか。トロイミアユニコーンでいいな。これは2体のモンスターを使ってリンク召喚、現れろ。トロイミアユニコーン。そしてギルスの効果でもちろん墓地に送るのはオルフェゴールスケルトン。これによってフリーチェーンでまたオルフェゴールモンスターが特殊化できるぜ。そしてトロイミアユニコーンの効果を発動。手札からオルフェゴールクリマックスを墓地に送り、大前のフィールド上のケラスはデッキに帰っていただく。よし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 、いいぞ。よしよし、これはかなり強い、かなり強い動きができた。これでもう一回妨害ありますからね。まだ持ってますからね。未開機のサンダーバード、いいだろう。ちょ、サンダーバードくらえろ。あー、なるほど。エフェクトベーラー、なるほどね。エフェクトベーラーからのサンダーバード、いいだろう。レベル82体でエクシーズ召喚って言ってきたらやばいな、ちょっと。まあ、そこはさすがに止めるしかないな、ディンゲルスかなんかで。まあ、ディンゲルスのフリーチェーンあるんでね、まあ、意外とね、これ止まるんですよね。相手、結構思惑外れるメインフェーズ終了前。なるほど。メインフェーズ終了前は別にいいですよ。さあ、バトルフェイズ OK。バトルフェイズ OK です。おっと、サイコショッカーに勝てると思ってるんですか？サイコショッカーに勝てると思ってるんですか？オルフェゴールトロイメアの効果を発動。これはフィールド上のモンスター1体を選択し、デッキから闇属性機械属モンスター。何？何？サイコショッカーをやれるわけにはいかない！オルフェゴールスケルトンの効果を発動。スケルトンの効果によって、シー・オルフェゴール・ディンギルスは、墓地より蘇る。現れよ、シー・オルフェゴール・ディンギルス。サイコショッカーは絶対に守る、絶対にやらせない。ディンギルス特殊召喚成功時効果と、相手フィード上のカードを1枚を選んで墓地を送る。消え捨てろ、サンダーバードだ、帰れよーし絶対にサイコショッカー守るという鉄の意志。サイコショッカーは絶対にお前には倒させない。サイコショッカーは倒れない。あ、死者出てきた、強っ。死者出てば強い、さすがに。何持ってんのよこれ。あー、それあんのか、なるほどな。一旦リンク召喚するか。一旦リンク召喚してだな。でアクセスコールトーカーとかいうバケモン出して、でバケモン出していく。でバケモン効果発動。バケモンの効果によってトロイミアユニコーンのリンクマーカー分打点がアップしていく。でアクセスコールトーカーの効果発動。アクセスコールトーカーは、あ、これ全部闇属性なんだね。まあじゃあ1枚しか破壊できないけど、まあいいや。トロイミアユニコーンを除外して君の、カードを破壊していく。エクシーズオーバーレイ、オーバーディレイ、わかんねえ、なんだそのカード。で死者蘇生を発動。死者蘇生の効果により俺は墓地に存在するシーオルフェゴールディンギルスを特殊召喚。シー・オルフェゴール・ディンギルスは特殊召喚に成功した場合、これは何の特殊召喚でもいいんだが、相手のカードを1枚選んで墓地に送るという効果を持っているシー・オルフェゴール・ディンギルスの効果、1枚選んで墓地に送らしてもらうぜ。ぽい、よし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 。そして、ダークレファーを召喚。バトル、いけダークレファー、うい、よし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 。
ギリ活躍した。行け、サイバーエナジーショック。サイコショッカーの置物感が半端ねえなこのデッキ。やっぱあれだよね、現代遊戯王ちょっと先行芸が加速しすぎてる気がするよね。カードパワーがさ高くなりすぎてさ、なんかどのデッキからでもさ、なんか効果無効とかさ、なんかその何々できないみたいなカードめっちゃ飛んでくるじゃん。それ結構ねやっぱあれだよね、その、まあ、手札誘発ないとデュエルが前に進まないっていうのはあるよね、どうしてもね。でロフェゴールトロイメアを送っていく。もしさカジュアル対戦したとしてもさ、結構自分がなんだろう、あの展開を気を使わないと、なんかそのなんかいくらでも強い盤面できちゃって、カジュアル対戦とはいえ対話拒否みたいな展開になっちゃうよね遊戯王って。そこめっちゃ難しいなとは思ってるんだけど、ただ誘発引けてないとあれだよね、もう世界終わる場面できちゃうじゃん今いくらでも。なかなかねそれがきついなとは思うんだけど、まあとりあえず杖の効果で除外されているオルフェゴールディベルを戻していく。あディベルがねリミット打ちだから、結構そのこうやってなんだろう、雑に戻してあげないと意外とリソース切れちゃうっていうのがあるんだね。でカードセットします。でバベル、ほいで、バベル開いておいて、バベルがあるとオルフェゴールモンスターの効果を相手ターンでも発動できるっていうね、まあ、そういう効果になるんだけど。でオルフェゴールガラティアを出しといて、ディンゲルス出しといて、でディンゲルス効果で、除外されている闇属性機械属を下に重ねてエクシス素材にしていく。はい、でこれで全部のカードが持ちにいったから結構強いって話ね。で、マスコリーナを出しときはい、オーケー。で先制復帰1枚でいいかな、ちょっと一応ライトニングストームとかあるかもしれないんで、まあ、1回先制復帰してエンドですね。まあ多分分かり手だと多分この魔法トラップの方を破壊してくるんですよね。あのバベルがあるとめんどくさいので、一旦バベル破壊してから動いてくるみたいな感じだと思うんだけど、あのマスカレーナは最悪、まあ、破壊されてもあの妨害は残るんですよね、あのバベルと先制復帰があれば。何オキティナート幻想じゃん。幻想きた、初めて当たるかもしれないレベルだわ幻想で。オルフェゴールディベル効果発動していこう。オルフェゴールディベル効果発動して、これやばいですね、これ墓地リソース除外されるのやばいですね。ああなるほどやばいね、なるほどやばいね。ああそういうことしちゃう、そういうことしちゃう。じゃあ、あれか、これ先制復帰でディンゲルス蘇生したらいいのか。ディンゲルス蘇生してこれちょっと逃がしてあげよう。先制復帰でディンゲルスでしょ、これ全部一応いけるな。ディンゲルス蘇生でからの、トロイメア、オルフェゴルトロイメアの効果も発動して、マスカレーナの盾上げとくか一応。オーケー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 、フリーチェーンで墓地から逃げることもできるぜこのモンスターたちは。墓地を送るカードはとりあえずスケルゾンでいいか、これあいやスケルゾン送れるから、これデスペラードあるな、結構デスペラードある、結構デスペラード、次のことも考えたらデスペラード意外とある。で戦線復帰効果ディンギルス特殊召喚していく、これは選んで墓地に送るので結構耐性無視できるんですよね相手の。選んで墓地を送るだから結構あれですよ、アストラムとも墓地を送れます。でチェーン1ディンギルス相手フィード上のカード1枚選んで墓地を送るという効果で、選んでだからあれか対象飛んでいくか。でギルス効果でギルス効果何がいいかな、これスケルソンかな、さすがにスケルソンくせえな。でスケルソンを墓地送っていく、いやこれあれこっちでもいいな、こうして分かったわ、これなんかクリマックスムーブするわ、ちょっとこれなんか思いついた。思いつきました、これでワンチャン戦闘で破壊されそうになったらデスペラード持ってくるっていう。オルフェゴールクリマックスで。そういうムーブね、独走の第一楽章、お前めちゃめちゃなことしてくるな。独走の第一楽章はいいだろう。まあでもこれもう一回あれですね、マスカレーナで、トロイミアユニコーンとか出せるんで、まあ、もう一妨害構えることができてるんで、まあ割と強いじゃないですかねこれ。
やっぱね、闇属性機械族はね、オルフェゴールなんだよね。ほんとオルフェゴールめっちゃ強いから、オルフェゴール混ぜないわけにはいかない。ランクまで勝つんだったらね。で、アリア、なるほど、アリア、アリア、あ、めんどくさいね。アリアエレジーロックっていうのがありましてね、あのデッキには、幻想デッキっていうのは、なんかあの幻想モンスターは戦闘では破壊されず、効果の対象にならず効果でも破壊されないっていうのがヤバすぎる、盤面ができるんですよ幻想って。まあ、ソプラノだったら、リンク召喚したら確かできるんだっけな。なんかあの展開があるんですよね、あの一応アリアエレジーをデッキ正しくみたいな。まあでもディンゲルスの効果は選んで墓地に送るんで、選んで墓地を送るにさすがに耐性はないけどね。相手のアリアエレジーロックに対しても回答あると言っておこう。またお前出てきすぎだろ、お前出てきすぎだろ、マジでお前出てきすぎなんだよ。メインフェーズ終了前、メインフェーズ終了前はマスカレーナ打つしかないが、マスカレーナ効果発動、マスカレーナ効果によってこれそこ出しちゃうとねまずいんだよっていうことを思い知らせてやろうかな。これ動画で活躍するの初めてかもしれないな。マスカレーナとギルスでおリンクマーカーにセット、サーキットコンバイン現れよ、オルフェゴールロンギルス。さあこの槍は最強の効果を持っているぜ。リンク先のモンスター墓地に送るとかいうヤバすぎる効果を持っている。除外ゾーンのカードをデッキに戻すことによってな、2枚のカードをデッキに戻すことによって相手のカードを1枚墓地に送る。よーし残念だったな。そしてこのモンスターたちは闇属性機械族よって、オルフェゴールクリマックスによって持ってきたデスペラードリボルバードラゴンは手札から特殊召喚できる条件も整っている。残念だったな幻想君よ。こんだけ、おっと、何ですかそれは、怖いですね。トラップカードであれトラップカードであれ、オルフェゴールクリマックスの効果を発動。クリマックスの効果によって持ってくるの、これ何がいいんだこれ。ジャッカーがなんか持ってくるかこれでジャッカー持ってきてトラップカードだったらなんかサーチできるみたいな動きしません。うわ、あるぞ、これもある。ドラトロメア、なるほど、くっそ重いな手札。人造人間サイコジャッカーを召喚、人造人間サイコジャッカーやろう、効果発動。デッキから手札に1枚加えて、それは何ですか、トラップカードですか。トラップカードだ、よしやった、行け人造人間サイコショッカー、コリントルきたこれ、きた、脅威の人造人間サイコショッカーは、トラップカードがフィールド墓地に存在する場合特殊召喚できるぜ。よし来たこれは来た、これはサイコショッカーしてる、これはサイコショッカーしてる、出す必要ねえか、もう一応ディンゲルスしとっか、いやあんま意味ないでしたけど一応ディンゲルスしとっか。ディンゲルス効果発動して、ディンゲルス主召喚、そしてディンゲルスが特殊召喚に成功した場合の効果を発動。ディンゲルスが特殊召喚に成功した場合、除外されている、カードまたはフィールド上のカードを1枚選んで墓地に送るという効果を持っている。もちろんこれは除外されているカードを回収するという効果、これによってさっき残しておいたディベルを回収。よし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 、完璧な動きだ。バトル行くぜ、サイバーエナジーショック2連打ちょっとかっこいい、この盤面、この盤面ちょっとかっこいい。対戦ありがとうございました。サイコショッカー出さねえ方が強いんだよなあの手札断殺しか、手札断殺、なるほど、なんかサイコショッカー出さねえ方が強いとかいうやばいこと起きてるんですよね。これ1回いつも結集か先生どっちかいないな。で2枚ドローする、うわー正常出しとくしかないか、これ正常デッキに眠っててほしいんですよね、できれば。まあ、一応正常は特殊召喚できるとかいう効果がある。正常は生物、正常はね、あの墓地送られると、手札から生物カードを特殊召喚できるっていうね、そういう効果もあります。はい、若干オルフェゴールギルス、なるほど、お前もギルス持ってんのか、やるな。ギルスは強すぎてリミット打ちになってますからね今ねこのモンスターマジで強いからね。で、ジャックナイツオルフェゴールギルスの効果で、トークンが出てくる、トークンが出てくる、 OK、 いいよ。これ何っきだろう、ジャックナイツオルフェゴールギルス
入りのデッキはいろいろあるからな。リンクスパイダー、なるほど、はい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 、なるほどね。あと通常モンスターでしょ、へえ、あ、ジャックナイツ入ってんの、なるほど。鬼ほどソルティアするやんこいつ、やばやばい。マスカレーナアストラム、いやでも大丈夫、あれはディンギルスで処ることができる、ディンギルスで処ることができる。それ何ですか、生遺物が自分の墓地および自分のフィールド上の、やべえちょっとわかんねえ、なんだその効果。どういうこと、自分の墓地および自分のフィールドの表側表示モンスターの中からジャックナイツモンスター8種類を1体ずつ除外すると、相手の手札エクストラデッキのカードを全て墓地を送るやばやば、このカード何これ、全部墓地いったんだけど、エクストラデッキクソやばいやん、このデッキやば、エクストラデッキ全送りとか神ゲーか